さあ皆さんこんにちは、マシンガン山北です、ね、いよいよ、ね、今年も残りわずかっていうところでですね、まあ私のね、このおしゃべりマシンガンチャンネルのですね、まあ、なんて言ったらいいんですかね、いきなり最初から噛んでますけど、まあね、いろいろありました。はい。まあ一番のね、主力になったのがですね、こちらのプロ野球ね、やばすぎる裏知識っていうのがですね、私、まあ今ね、ちょうど284本ですね、動画を出してるんですよ。まあね、この動画が上がる時には290、まあ300ぐらいいくのかな、うん、そこら辺はちょっとまたハテナマークですけど、今284本のですね、動画を上げておりまして、まあ、ほぼ毎日ですかね、上げさせてもらったっていうのがですね、ありまして、まあ、制作部の皆さんですね、いろいろとありがとうございました。で、その中でですね、まあ、このね、プロ野球ね、やばすぎる裏知識っていうところをですね、まあ、抜粋して、1話からですね、実は20話まで作らさせていただいたんですよ。本当はですね、こちらの本はですね、第1章から第2章、第3章、第4章とありまして、まあ、あと第5章まであるんかな。全部でそうですね、すいませんね、52話あったんですよ、全部この中で。52話の中のですね、20話を僕が抜粋して話したんですけど、まあ、YouTube 上話しちゃいけないかなっていうところもあってですね、まあ、久しぶりにですね、このプロ野球、ね、やばすぎる裏知識の、ね、思い出話とですね、まあ、ちょっと放送禁止かわからないけど、ちょっと20本の中になかったやつをですね、お話しようかなって思っております、ね。相変わらずベースボールラブなんですけど、まあ、このラブっていうね、ここで上げるっていうところがですね、今野球で言った V 字打法、まあ、どうでもいいんですけど、まあ、そうですね、はい、っていうところでですね、生かしていただきたいなと思ってます。実はですね、この 裏知識のですね、本ですごいことが起きたんですよ、うん。この動画で、まあ、ずっとね、投資で作ってて、まあ、1週間ね、投資で作った時もあったんですよ。その時にまさかの再生回数が1万7000ですよ、1万7000、しつこいですね。行って僕その時みんなとびっくりして、バズってるバズってるバズってるって言って、なんこれなんこれなんこれみたいな感じでずーっと言って、もう1日びっくりしてましたね。なんかどんどん再生伸びるんですよ。あの時ですね、何かにですね、 AI が反応して爆伸びしたんでしょうねっていうね、思い出があります。その中でですね、まあね、この裏話、まあね、情報2021って書いてますんで、2022年もですね、出るんじゃないかなと思ってですね、まあ私はですね、まあこの本に期待はしてるっていうところで、まだこれね、持ってるんですよ、うん。まあ、実はですね、まあ、工藤監督と確執が原因、内川誠一ソフトバンク対談の真相とかですね、この22章とか話したんですよ。っていうことはですね、今日ね、実はね、ニュースで起きたですね、うん、国母監督のね、真相とかも知りたいんですよね。なぜ国母監督が2軍の監督にね、降格したのかとか、もしくは平石監督、ね、元楽天、まあ、ホークスでもコーチしました、なぜ西武に行ったのかとか、そういう裏話聞きたいし、まあね、今日実はニュースを見てびっくりしたんですけど、ね、ホークスのね、期待の左腕、160キロを投げる左腕の古谷選手がですね、まさかの窃盗というところでですね、まあ、球団が自由契約をしてしまってですね、まあ、ホークスは清掃員の方もですね、いまして、まあ、いろいろそういうね、盗難事件とかもあったんですよね。そういう風なね、なんか暴露話も出るのかなっていうですね、まあ、今日この頃なんですけど、まあ、そういうところ行ったらね、叩かれるんでやめときましょうかね。はい。とかですね、まあ、今回ですね、私がこの中でね、読まなかった部分をですね、ちょっとね、お話ししたいのがありまして、そうですね、どこら辺がいいかな、まあ、そうですね、ホームランを打った後にですね、まあ、50話、これ僕も話したんですけど、熱男、ドスコイ、まあ、最高とかですね、ホームランを打った後のパフォーマンス誕生秘話っていうところで、元巨人のクロマティ選手がですね、始めた万歳ポーズが元祖っていうところでですね、まあ、お話をさせてもらったんですよね。この時にですね、今ね、松田選手だったら熱男とかですね、まあ、例えば西武のですね、山川選手がホームランを打ったらドスコイとかっていうのがあると思うんですけど、皆さんの中でパフォーマンスっていうのはどういったパフォーマンスが好きだったですか？僕だったらちょっと古いんですけど、バリー・ボンズ、あのね、ホームランの記録を持っているメジャーのね、左バッターで、打った後にですね、必ずホームラン
ホームラン打ちました、ベースでこうしてあげるんです、こうあげるんですよ。これが好きだったんですよね。あとこうなんか何ですかね、こうお祈りしてこうするんですよとか、みんなこうして最高とか、例えばあの何ですかね、あともう一人リチャード選手だったらあーとか、なんかあーじゃないドスコイかななんか言ってるんですけど、パフォーマンスもかっこいいんですけど、さりげなくサイレントっていうのもかっこいいんですよね。ホームラン打ったらタッチしなくスルーとかで、もしくは打った後勝手に決めポーズで、僕だったらですね、ホームラン打った後こうしてキムタクばりにメイビーしたいんですけどね、まあそれはどうでもねいいというところで、まあね、こういうパフォーマンスもあればですね、巨人ソフトバンクの育成選手が活躍できる理由はっていうところでね、第5章に書いてあったりとか、まあこれをですね、またね、例えばお正月シリーズとかですね、もしくはね、空いてる時間で1話から20話までですね、お話ししてもらったら、あ、マシンガンこういうこと話したんだっていうのをですね、思い返してもらったら嬉しいなっていうのもあるんですよね。で、先ほどですね、この中で話せなかったのは何っていうですね、部分もあるんですけど、僕ね、一番ね、気になってるのが、今回ね、もう最近ずっと話してるんですけど、日本ハムにビッグボス、新庄監督がですね、監督になりました。この時に本当か嘘か分かりません。もうバラエティに結構出て、僕見飽きたなっていうのがあって、もうシーズン入るまでちょっと取っとこうと思ってるんですけど、杉谷選手に対して、ね、あなたはマスコミに出な、あ、テレビに出なくて、まあ選手として頑張ってくれと。で、今回ね、多分トンネルズのいつものね、野球盤ゲームには多分出ないと思うんですよ。もしかしたらもう収録終わってるのかな、まあそこら辺ちょっと謎なんですけど、まあ大田太一選手、まあ秋吉選手、もしくはね、西川選手、まあ、楽天に決まりました。太田太一選手は DeNA に決まりました。まだ秋吉選手はですね、まだね、どっかの球団とか、まあ、交渉してるのかなっていうのがあるんですけど、まあ、年齢の高いですね、まあ、戸様っていうんですかね、戸様って言えばですね、太田選手と秋吉選手になるんですけど、まあ、西川選手、まあ、中田翔選手をですね、放出したりとかしてですね、まあ、新生日ハムっていうところでですね、まあ、近藤ね、選手が、実は軸になるのかなっていうところを見たりですね、思ってるんですね。ピッチャーと上沢投手ですかね、まあ、そういったところでですね、まあ、暴露話、なんで3人を出したかっていう暴露話を、ね、見たいところもありますし、例えばこの、ね、裏話っていうところで、例えばオリンピックで GG 佐藤選手が今ネタになってますけど、ネタにしてほしくないっていう部分もあるんですけどね、本当はエラーを、ね、2回してまたね、もう一試合でエラーをもう一回して、3試合して慣れないポジションでエラーをして、まあ、致命傷的になって、ね、まあ、実はあの方は無失策の記録を持ったりとかですね、すごい選手だったんですけど、やっぱそのオリンピックの時のプレッシャーっていうところでですね、あの時は星野監督、やっぱ怖かったんだろうなと思うんですよね。そういう暴露話とかも欲しいし、例えばですね、いつも対談するときに、例えばホークスだったらですね、工藤監督についた佐藤義則投手コーチ、もしくはですね、吉井、ね、投手コーチ、いろいろ高山投手コーチって言います。オリックスに行ったり、ロッテに行ったりとかですね、まあ、例えば楽天に行ったりとか、ね、名、ね、投手コーチがいるんですけど、工藤監督と会わないから出て行ったのかとか、そういう真相を知りたいし、まあ、例えばね、あと他球団であれば、ジャイアンツ、大型契約をしてるけど、内部はどう思ってるのかとかですね。例えば、もう一個あるんですよ。松田選手が年俸3億ね、今回減となって、ましては6億選手がね、柳田選手に対してもう一人千賀投手が6億になってですね、そのパワーバランス的な部分でですね、周りはどう思ってるかとか、こういうね、暴露話をですね、まあ、裏話をまた書いてほしいというところもですね、あってですね、まあ、こちらのね、ね、宣伝するわけじゃないんですけどね、宝島社のですね、こちらのプロ野球取材班っていうところがですね、僕の今言った意見がですね、通じますようにってですね、思ってるんですけど、まあそういった中でですね、まあ、1話からね、20話まで作らさせてもらって、もう皆さんにですね、まあマシンガンずっと話してる、まあ頑張ってるって思われたんじゃないかなと思うんですよね。で、1万7000も再生いきました。まあトータルで見るとですね、結構再生いったんじゃないかなと思ってます。まあそういった中でですね、まあね、マシンガンチャンネルもですね、順調に今ね、6000人ぐらいまでですね、伸びてですね、まあ平均アベレージで言ったら1000人ぐらいはね、見てくれてるのかなと思うんですけど、ね、もう少しやっぱ野球僕大好きなんで、野球してるところもやっぱ動画で、ね、
やりたいし、野球の話もいいんですけど、まあ、いろんなことにね、チャレンジしたいなと思ってですね、またこのシリーズはですね、必ず私作りますし、もしかしたらですよ、読んでないところだけでですね、2022年、マシンガン山北プロ野球裏話よりもですね、マシンガン山北の過去の裏話の方が面白いのかなっていうところでですね、チャレンジしたいなと思ってますんで、ぜひね、このシリーズ1話から20話までありますんで、ぜひ皆さんね、ご視聴の方よろしくお願いします。それとですね、まあ、最後になりますけど、まあ、URL 欄にですね、あのコメントとかですね、いいねマーク、バットマーク、何でもいいです。あればですね、見栄えの方も良くなりますし、あ、マシンガン頑張ってるんだなっていうところもありますんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。